西日本ではゆっくりと天気が回復していく見込みです。いただいておりますリポートを見ていきましょう。5時35分にいただいた広島県の海田町の方からのリポートですが、サーレベルの雨が降り続いていますということでいただいております。現在は傘が必要なレベルで雨が降っているのですが、この後の予想を見ていきましょう。この後は次第に本州の南の海上を通過している低気圧前線が離れていきますので、西からゆっくりと天気が回復していく見込みです。雨降りにくくなっていきますので、外出先での傘の置き忘れには十分にご注意ください。ではアイコンでも確認していきましょう。現在雨が降っているところが多いものの、だんだんと天気が回復し晴れるところもありそうです。傘の置き忘れ要注意となります。そして気温は九州南部で上がりやすく、鹿児島では19度予想となっています。着込みすぎにはご注意ください。一方その他のエリアでは昼間も寒い体感となりますので、暖かくしてお過ごしください。西日本エリアではだんだんと雨止んでくるところが多くなっていきますので、傘の置き忘れ要注意です。以上西日本のお天気でした。